ボルロ。クランクラン宇宙大騒動。のんびりとした午後、ポロロとクロンは何をしているのでしょうか。クロン、あ、イチゴ。クロン、おいしい。ぽいよ。の家に遊びに行かなきゃ。ぽよよ。レディー。オロロ、クロン。これは何？宇宙にいる宇宙人たちに信号を送る機械だよ。宇宙人？うん、宇宙人たちと一緒に遊んでみたいんだ。ぐだ、ダメ。そんな風に触ったら故障してしまうよ。うん、ダメだって。あ、クロン、これで遊ぶ？クロン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 。うん、よかった。クロン、僕もやりたいね。クロン、ちょっとだけね。僕たちもう一回滑る？お、お？クロン、もう返せて。やだね。クロン、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 クロン。私のキックボードを貸してあげるわ。乗る？そうよ、キックボードも面白いじゃない。うん、うん、いや、分かったわ。バイバイ、気をつけて。バイバイ。クロン、僕たちも帰ろう。クロン、じゃあこれあげるよ。家で遊ぼうね。クロン、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 家に帰ろうよ。もういい、僕一人で帰るからね。そんな、クロンはうちに帰りたくないようです。これはどういうことでしょうか。クロンそっくりの宇宙人たちが現れました。クロン、宇宙人たちは驚いたクロンに安心するように言いました。クロン、クロンは自分とそっくりな宇宙人を見て不思議がっていますね。クロン、クロン、クロン、
ロン？クロン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 が探せる。どうやって？これで。え？このリモコンの赤い光はクロンが持っているラジコンとお互いに信号を送り合っている表示なんだ。だからこの信号の位置を追っていけばクロンが乗っている宇宙船を探すことができるんだ。そうなんだ。じゃあ早く出発しよう。うん、さあ宇宙船発射。カウントダウン開始。10 9 8 7。果たしてポロロとエディはクロンを探し出すことができるのでしょうか。クロン、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 お、ポロロ、これ見て。クロンが急に遠ざかっている。え？じゃあもっと早く行かなきゃ。わかった、待って。お、うわー、隕石だ。どうしよう、どうしよう。大丈夫だ。いや、クロンが宇宙人たちの惑星に到着しました。クロン、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 家に帰ろう。だ、ダメ、クロン、クロン、待って、クロン。ポロロ、大丈夫？夢だったのか。どうなったの、エディ？宇宙船が隕石に当たったからちょっと気を失ったみたい。うん、エディ、クロンに少し近づいた？もちろん、もうこれだけ追いついたよ。
すぐクロンに会えるよ。うん。公園にクロンを一人残すんじゃなかった。クロン、ごめん。おらら。いる場所だ。何か不思議なところだね。宇宙服を脱いで行っても良さそうだ。クロン、どこ？ポロロ、どうしたの？クロン、どうなってるの？クロンがいっぱい。どれがクロンなんだ？バイヤー。クロン、クロン。あれがクロンだ。どこ？あれ、手に赤いラジコンを持ってるのがクロンだよ。クロン、なんでここにいるの？早く家に帰ろう。クロン、クロン。まだ怒ってるの？ごめん、クロン。家に帰ったらもうからかわないし、いたずらもしないから。クロン、クロン、クロン、友達クロン。クロン、クロン、友達クロン。クロンと同じように考えて、クロンが何を好きなのか知ってる友達だって。クロン、クヨン、クヨン。ここに住むって。クロン、クロン。僕がクロンを探すためにどれだけ大変だったか。好きにしろ。エディ、僕たちだけで帰ろう。無理だよ。さっき隕石にぶつかってエンジンが故障したみたい。直すまで僕たち帰れないよ。はあ、何なんだ。エディ、すぐ治る？時間がかかりそうだよ。分かった。何？クロンはすごく楽しそうだね。クロンはみんなとかくれんぼをしようとしました。クロン、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 クロン。バヤよ。クロン、かくれんぼはできなさそうだね。みんな鬼になってどうするの？クロン、クロン。クロンは今度はじゃんけんをしようとしました。クロン、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 クロン。同じものばかり出すのでじゃんけんが終わりません。クロンは次にスーパーヒーローごっこをしようと言っていますね。クロン、スーパークロン、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 クロン。悪者クロン。スーパーヒーローごっこならこのポロロが最高だ。どんな悪者がいいかな。これだ。クロン。うはははは、はどうだ。バイアンや悪者クロン。さあ、スーパークロンかかってこい。やっはー。クロン、ぴょんぴょん、クロン。クロン、次は君が悪者をしてよ。バヤヤ、ポロロ、ついに治ったよ。さあ、僕たちもう行こう。バイバイ、クロン。バヤヤ、クロン。何、一緒に行くって？ヤッホー、やった。こうなると思っていたよ。クロン、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 クロン。クロンはみんなと一緒に遊べて本当に楽しかったけど、もう家に帰らなければならないと話しました。クロン、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 
の家にクロン。何？クロン、僕たちポロだ。だからここにいるよね。クロン？どうなってるんだ？あ、わかった。君たち姿を変えられる宇宙人なんだね。うん。僕たち心も読めるよ。だからクロンと同じように動いて、クロンが好きなものが何なのか分かったんだ。うん、クロンと友達になりたくてクロンの姿を真似したんだ。ところでクロン、本当に行くの？クロン、みんな、僕たちいつでもここに遊びに来られるよ。宇宙船があるし。そうだよ。それから友達を作りたくて、その友達の考えや姿を真似する必要はないんだ。クロン、クロン。そうだよね。クロンが君たちの本当の姿を見たいって。元の姿はあまり良くないんだけど。うわぁ、不思議。クロン、クロン。透明だから後ろにある宇宙船も全部見える。クロン、クロン、クロン。君たち本当に面白い。他の友達も見られたらよかったのに。本当？僕たちが面白い？クロンの姿じゃなくても友達になってくれる？クロンを真似しなくても遊んでくれる？クロン、友達クロン。もちろん。今の姿も本当にかっこいいよ。そうだよ。せっかく友達になったんだ。君たちの惑星を案内してよ。本当？うん、こっちから行こう。こうやってポロロとみんなは新しい姿の宇宙人のみんなと友達になりました。宇宙人のみんなはお互い違う姿でも友達になれるということを学びました。宇宙人のみんな、また宇宙で会おうね。のどかな午後、みんなはエディの家に行きました。エディ。いらっしゃい。やっほー。ねえ、氷の湖に行くんだ。一緒に行かない？氷の湖？その前に見せたいものがある。これを見て。なにそれ？これは彗星だよ。千年に一度地球の近くを通るんだ。うわぁ、千年に一度？うん、今夜がその日なんだ。うわぁ、見たいわ。夜、丘の上で一緒に見ようよ。やったぁ。でも、夜まではまだ時間があるし、何しよっか。クランクラン。うん、そうだね、遊びに行こう。ダメだよ。眠くなるから今のうちに寝ておかないと。お昼に寝るの？きっと眠くならないかも。寝ておかないと彗星を見逃すかもしれないぞ。そうかな。クロン。ねえ、みんな言う通りにしよう。そうよ。クロンは流れ星を見に行った時もずっと寝てたしね。クロン。ああ、そうだったね。クランクラン。じゃあ、帰って寝ましょう。うんうん、それがいいね。またね。うん、また夜に会おうね。ポロロとクロンが昼寝をしに戻ってきました。さあ、寝よう。クランクラン。じゃあ、おやすみ。クランクラン。寝よう。クロン、もう寝た？クロン、どうしよう、眠くないよ。クロン、何か食べれば満腹で眠くなるかも。クロン、クロン。おいしい。クロン、クロン。ごちそうさま。さあ寝よう。クロン、クロン。おやすみ、クロン。クロン。
クロン、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 何してるの？クロン、クロン、食べ足りないって？実は僕もだよ。ポロロとクロンは満腹になるまでパンを食べました。お腹いっぱい。これで眠れそうだね。クランクラン、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 クラン。あんなに食べるからだよ。おっと、ポロロとクロンはお腹を壊したようです。クロン、早くして、早く早く。クロン、クラン、ほら早く。クロン、クラン、クラン、ダメだよ、ククロン。で、出ちゃう。パンを食べ過ぎたポロロとクロンはトイレに通いました。ペティも寝ようとしていますね。ああ、眠れない。早く寝たいのに。そうだ、運動すれば眠くなるかも。1、2、1、2、1、2、1、2。はっはっはっ。まだ眠くならないな。そうだ、もっときつい運動をしなきゃ。1、2、1、2。準備運動はこのくらいにして。ふう、よいしょ。次は何しよう。あ、走って家に帰ろう。やっほー。運動に夢中で寝ることを忘れているようです。ポビーとハリーは眠っているでしょうか。どうしよう、全然眠れないよ。そう、じゃあ子守唄歌を歌ってあげる。子守唄？ハリーが歌ったら余計に眠れなくなる。いや、君も寝た方がいい。大丈夫よ、歌ってから寝ればいいわ。あ、わかった。おやすみ子ね、庭やお山に。ダメだ、寝たふりをしよう。みんな寝てる。すぐに寝ついたわね。じゃあ私も寝よう。ヒュー、よし。あ、鼻がかゆいな。どうしよう、我慢できない。アクション。え、ポビー、寝たと思ったのに。それが、くしゃみのせいで起きちゃった。大丈夫よ、私がまた歌ってあげる。横になって。ありがとう。私の歌を聴けばまたすぐに寝れるわ。おやすみ子ね、庭やお山に。鳥さんも羊さんも。ポビーはハリーの子守歌のせいで眠れませんでした。ルーピーは寝る前に本を読んでいます。狼を退治しました。そして狼は二度と現れませんでした。面白かった。まだ読みたいけど、もう一冊だけ読もうかな。半分だけ読んで寝ましょ。ある晩、眠っていた親指姫をヒキガエルが連れ去りました。はあ、もう半分読んじゃった。まだ読みたいけど。寝ておかないと彗星を見逃すかもしれないぞ。もう寝ましょう。親指姫はどうなったかしら。ダメ、早く寝なきゃ。どうなったかだけ確かめよう。
翌朝、目が覚めた親指姫はとてもびっくりしました。ルピーは読書に夢中で寝ることを忘れているようです。エディとロディは何をしているでしょうか。ブルンブルン何の音だろう。できた。エディロディ、寝ないで何してるの。ああ、ゆらゆら自動ゆりかごを作ってたんだよ。ゆらゆら自動ゆりかご、寝なくていいの。ああ、大丈夫。このゆりかごに乗れば一瞬で眠れるんだから。よく見てて。横になってボタンを押せばゆりかごがゆっくり揺れながら子守歌も聞こえてくるんだぞ。うわー、すごいな。そうだろ。見て、もうこんなに眠くなっちゃう。なんだかな。エディ、大丈夫？試しにボタンを押したんだよ。今度は本当に寝るんだから。ロディ、また後でね。うん、おやすみエディ。エディ、すぐに止まるよ。止まれ、止まれ。エディ大丈夫？大丈夫。普通のベッドで寝たらどう？いや、絶対に直してみせる。エディは発明品を直すために大忙しです。いつの間にか夜になりました。みんなぐっすり眠れた？いや、一睡もできなかった。僕も。でも彗星を見られるなんて楽しみ。そうね、私は全然眠くないわそうね、私も眠くない。僕も。うん、眠れなかったけど彗星は見られるよ。クランクラン。じゃあ彗星が現れるまで待てよ。ムーン。うわー、みんな彗星だよ。おっと、待っている間に眠ってしまったようです。みんな寝てしまった。写真で見せてあげよう。あ、みんなの写真も撮っておこう。よし昼寝ができなかったポロロとみんなは寝てしまいましたね。みんなお家で寝てください。流れ星を見に行くよ。星が輝く夜、エディは何をしているのでしょうか。エディ、こんばんは。みんないらっしゃい。伝えたいことがあったんだ。伝えたいこと？明日の夜、流れ星が流れるよ。本当？この前見た流れ星も本当素敵だった。そうよね。私たちのちょうど上で流れたのよね。そうだ。これがあったんだった。これ見て。あ、あの時の写真だ。クランクランクラン。お、本当にクロンいないね。一緒に行ったはずだけど。あの時クロンはテントで眠っていたわ。そう、クロンは眠ってたよ。ああ、そうだったね。クロン、うん、クロン、クロンクロン。明日流れ星を見に行こうって。うん、いいよ。じゃあ明日の夕方僕らの家に集まっていこう。クラン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 ファイヤー。
わかった、僕も準備するね。クロン、クロン、クロン。みんなのところ行くって？クロン。約束の時間まだまだなのに。僕もうちょっと寝よう。クロンはみんながちゃんと準備しているか見に行くことにしました。クロン、クロン、クロン。クロン。おはよう、クロン。クロン。うん、流れ星見ると着てんと持って行こうと思って。クランクラン。クロン、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 クロン。私に任せて。もうちょっと。クランクラン。大丈夫よ。でもテントが。クランクラン。クラン。クラン。クランクラン。クラン。クラン。クロンはテントがないと流れ星を見に行くことができないと思い、必死に走りました。クロンが次はポビーの家に向かっています。ケロケロ帰る。クロン、クロン。お、あ、おはよう。クロン、クロン。ポビーはカメラを探しに行ったよ。カメラがなくなっちゃったんだ。クロン、クロン、クロン。くまなく探したけどなかったよ。クロン、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 クロン。もうやめなよクロン。今回は写真撮るのちょっと無理じゃない？クロン、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 クロン。クロン危ない。クロン、クロン、クロン。大丈夫？クロン、クロン。二人とも、クロン、どうしたんだい？クロン。クロンは家の中でカメラを探していたんだよ。そうだったんだ。うっかりエディの家に置いてきてしまって。クロン、クロン、クロン。うん、流れ星を見に行って絶対素敵な写真を撮ろう。クロン、クロン。ポビーの家を出たクロンはルーピーの家に向かいました。クロン、クロン、クロン。クロン、お菓子の生地をオーブンに入れたままうっかり眠ってしまったの。流れ星を見に行くときに持って行こうと思ったのに。クロン、クロン。また作るだなんてもう時間がないわ。困ったわね。クロン、お腹が空いて流れ星もう待てないよ。もう家に帰る。お菓子さえあれば。クロン、クロン、クロン。クロン、手伝ってくれるの？クロン、クロン、クロン、クロン。クロンはルーピーを手伝い、必死にお菓子を作りました。わあ、できた。ありがとう、クロン。おかげですぐに出来上がったわ。クロン、クロン。クロンは仲間たちが流れ星を見に行く準備ができたようで安心しました。クロン、遅かったね。クロン、クロン。いや、一日中何してたの？クロン、クロン、クロン。もちろん準備終わって遊んでたんだ。クロン、クロン。一緒に遊ぼう、クロン、クロン、クロン。クロン、どうしたのかな？ポロロ、君の番だよ。うん、わかった。僕ここに。じゃあ僕ここ。もっと高く積もうっと。クロン、エディ、君のせいで壊れちゃったよ。え、ポロロが倒したんじゃないか。喧嘩しないです。クロン、クロン。僕じゃないよ。ポロロが倒したんだ。
は流れ星見に行かない。クロン、エディー、うん、僕もエディとは絶対行かない。クロン、クロン、クロン。クロンはみんなで流れ星を見に行けなくなるかもしれないと心配になりました。クロン、もう早いよ、クロン、クロン。うん、ポロロが先に謝ってくるまで絶対仲直りしない。クロン、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 うん、エディが謝ってくるまで絶対に一緒に行かない。クロン、クロン、クロン、クロン。どうしたんだ？クローン、バイオよ、クローン。エディ、僕が悪かったよ。え？ポロロが泣きながら謝ってるって？クローン、クローン。そういうことなら、分かったよ。クローン、クローン、クローン。いいよ、一緒に流れ星見に行くって伝えて。クローン、クローン、クローン、クローン。それ本当？クロン、クロン、クロン、クロン。ポロロ、一度だけ許して。エディが許してほしいって謝ってるだって。うん、最初からそうすればいいのに。クロン、クロン、クロン。いいよ、流れ星一緒に見に行く。クロン、クロン。いつの間にか約束の時間になり、仲間たちがポロロの家に集まってきました。いやー、いらっしゃい。エディも来たの？ポロロが泣いたって言うから今回は許してあげる。なんだって？先に謝ってきたじゃないか。何のこと？僕がいつ？クロンに聞いたよ。え？二人とも喧嘩しないで。じゃあ一度クロンに聞いてみよう。いいよ。クロン起きて。クロン、クロンぐっすり眠ってるみたい。流れ星を見に行くのに、なんでこんなに疲れてるんだ？今朝クロンが私を助けてくれて。そういえば僕たちのところでも手伝ってくれた。私と一緒にお菓子も作ったわよ。一緒に流れ星を見に来たくてみんなを手伝ったんだね。だから僕たちにも仲直りを。多分そうだね。仲直りしなさいよ。わかった。エディ、ごめんね。僕もごめん。よかった。じゃあそろそろ流れ星を見に出発。でもクロンぐっすり眠ってるけどどうするの？クロン、クロン、起きて。クロン、クロン、クロン。眠ってたから連れてきたんだよ。クロン、クロン、クロン、クロン。そうね、みんなで一緒に来ることができたのもクロンのおかげ。そうだよ、クロン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 。じゃあみんなで写真を撮ろうか。じゃあこっち見て。うん、じゃあ撮るよ。ボビー早く。クロンのおかげでみんな一緒に流れ星を見ることができました。ありがとう、クロン。宇宙旅行に行きたい。今日はエディが何かを作っていますね。あとどのくらいかかりそう？もうすぐ完成さ。エディ、ロビー、ヤッホー。これは何？宇宙船だよ。ロディと旅行に行くのさ。かっこいい。僕も連れて行って。二人しか乗れないんだ。ロディが羨ましい。私も宇宙に行ってみたいわ。じゃあ僕は行かないね。
エディ、他のみんなを連れてってあげて。本気？あ、じゃあ席が一つ空くね。僕が行く。僕も行きたい。ま、待って。出発するまでに考えておくよ。みんな、エディは忙しいから僕たちで遊ぼう。エリーはまだ宇宙船を作っていますね。よし、もっとネジが必要だな。はい。あ、ポロロ、ネジがいるんでしょ。 ありがとう。他にいるものはある？ないかな。あ、待ってね。さ、飲んで。すっきりした。口に水がついてたよ。こういう雑用は僕に頼んでいいよ。ありがとう。宇宙でも雑用は任せて。宇宙？うん、宇宙では僕みたいな助手が必要だろ。それもそうだね。じゃあ僕と一緒に行こう。わかった。やった。ありがとう。じゃあ待てね。約束したよね。じゃあね。エディー。あ、ルーピーどうしたの？おやつを作ってきたの。どうぞ。わあ、お菓子だ。すごくおいしい。ところでエディん、何？宇宙に行ったらお菓子は食べられなくなるわね。多分そうだね。じゃあ私と宇宙に行かない？食べたいものは何でも作ってあげる。わかった。じゃあありがとうエディ。その後他のみんなもエディを訪ねました。クロンは大事なおもちゃを譲ってやり、一緒に宇宙に行こうって。クラクラ、はい、ペティは得意技を披露しました。どう？私と行ったら楽しいわよ。ポビーとハリーはエディの家を片付けました。ねえエディ、宇宙に誰と行くか決めた？ポビーと私を連れてって。わかった、一緒に行こう。エディはみんなに宇宙へ連れて行くと約束してしまいました。次の日、みんなは公園に集まりました。みんな、宇宙に行けることになったの。エディが私と行くって約束してくれたの。待って、僕とも約束したよ。私も約束したわ。僕とも約束したよ。私も。どうなってるのかな。みんな、やっほー、そろそろ宇宙船が出、あ、待ってよ、みんなどうしたの？宇宙に連れて行くってみんなと約束したんだったね。そのこと、はい、どうしよう。嘘だったの？テストを受けてもらって決めるよ。テスト？宇宙は危険だから誰でも行けるわけじゃない。テストに受かった人を連れて行くよ。やってみよう。私も自信ある。僕たちも賛成。いよいよ宇宙旅行のためのテストが始まりました。まずは体力テストだよ。宇宙に行くには体力が必要だからね。遊具を全部回って最初にゴールした人が勝ちだよ。分かった。じゃあみんな準備して。一人だけ飛ぶのは卑怯だぞ。じゃあポロロも飛んでみれば。追い越したは、アリー一緒に行こう。これ以上走れないよ。ポビー、走って走るのよ。やっほー。待って、あ、空になんかいる。クラクラ、何もないけど。嘘だよ。ポロロ、
体力テストはポロノの勝ち。やったー。次は忍耐力テストだ。長い宇宙旅行には忍耐力が必要だ。くすぐったくても我慢してね。わかった。じゃあまずはクロンから。クラン、さて、クラン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 、失格。まだ始めてないよ。わかった。じゃあ行くよ。僕は無理だと思う。ポロロも失格。もう我慢できない。失格。ダメ、キャロ。ペティも失格。もう無理。ポビー、あとは君だけだ。よし。じゃあそれ。ポビー、君が優勝だ。僕が勝った。次は最後のテストだよ。宇宙には心が通じ合う人と行く。最後は僕のジェスチャーを当てるテストさ。ロディ。それでは始め。何あれ。なんだろう。あ、わかった。コマ。違うよ。正解。やったー、嬉しい。じゃあ次の問題当ててみて。やっ、なんだろう。カンガルー。バッタ。ウサギ。わかった、カエル。やっ、また当たった。おめでとう。今回はルーピーの勝ち。やったー。じゃあ私が宇宙に行くの。違うよ、かけっこは僕が勝ったよ。ポビーも我慢大会で優勝したんだから。僕も勝ったもん。僕が行くんだ。ちょっと待って、みんな、点数を計算するから結果は明日発表するよ。いいよ。エディはロディと一緒に家に戻りました。誰が優勝なの、エディ。そうだね、それより僕のせいでみんなが喧嘩しちゃったみたいで。全部僕が悪いんだ。みんなで一緒に行ければいいのに。あ、そうだ、まだ時間はある。ロディ手伝ってくれる。早く来て。わかった。今日は一緒に行く人を発表する日です。おはよう、エディ。誰と行くか決まった？じゃあ発表するね。お願い。僕と宇宙に行くことになるメンバーはね、ポロロ。わー、僕が選ばれた。それからペティ、クロン、ルーピー、そしてポビーとハリー。じゃあみんなで行くってこと？これを見ればわかるさ。ロディ。えい、じゃじゃー。宇宙船はみんなが乗れるほど広くなりました。どうなってるの？みんなで行きたいからロディと徹夜で直したんだ。最初からこんな風に作っておけば喧嘩しなかったのに、ごめんね。いいのよ、ありがとうエディ。ロディもね。ありがとうエディ。さあみんな準備できた？うん。じゃあそろそろ出発しよう。えい。急いで直したから。エディ。
残念ですが宇宙旅行はお預けですね。エビーの異世界旅行。エディが宇宙船を作っています。宇宙船作ってるの？うん、月に行くんだ。見て、これさ。じゃじゃーん。どう？かっこいいでしょ。すごい。本当に月へ行けるかな。この前も失敗したし、今回はどうかな。なんだと？二人とも、公園に行くんだよね。一緒に行こう、エディ。ごめん、宇宙船を作らないと。わかった。エディ、またね。うん、また。今回は絶対成功させるぞ。次の日、エディは宇宙船を完成させました。これだけじゃないんだぞ。ついてきて。この発明品さえあれば月にいる僕を見ることができる。どうやって？待ってて。みんなすごく驚くぞ。やっほーみんな。不思議ね。月へ行くこのエディ様をよく見てよね。みんな、じゃあ行ってくるよ。エディ、気をつけて。月に行ったら連絡して。本当に行けるのかな。マロロ、やめて。見てろ。よし、出発するか。本当に成功した。いいぞ、数時間経てば到着するだろう。宇宙船が森の中に落ちてしまいました。なんだよもう。みんなに大口を叩いたのにどうしよう。エディは無事に行ってるかな。僕が聞いてみる。さあ。みんなだ。雪景色が見えちゃうよ。一旦外が見えないようにしよう。エディだ。やあみんな、無事に向かってる。エディ、宇宙はどう？え、なんだって？よく聞こえないよ。ちちちち、あ、ダメだ。後で連絡するよ。聞いちゃったよ。宇宙だから連絡がうまくいかないのね。明日またしてみよう。うん、そうね。エディに謝ろうって思ってたのに。これからどうしよう。そうだ、このままここにいて月に行ったふりをしよう。お腹すいた。まずは食べ物を持ってこないと。その日の夜、ポロロはエディに謝ろうとエディの家に行きました。なんでエディに連絡できないんだろう。お腹すいた。
オロロ？エリー、なんでここに？あ、それが…エディはポロロと一緒に宇宙船がある場所に行きました。実はまた失敗したんだ。月に行ってるって言ったのに、みんなががっかりすると思ったからそう言ったんだ。これからどうするの？みんなに失敗したって言わなきゃ。あ、いい考えがある。え？ここに月みたいな空間を作ろう。月みたいな？そうすればみんなもエディが月に行ったって信じるよ。そんなことして大丈夫かな？僕を信じてエディ。次の日の朝、ポロロはエディにまた会いに行きました。これで何するの？じゃじゃーん、宇宙の絵を描くんだよ。どう？でも真っ暗で何もないじゃないか。そっか。あ、じゃあ星を描いて取り付けてみる？それいいね。これをここに置いたら、画面ではエディが月にいるみたいに見えるよ。じゃ、今から旗を立てる練習をしよう。じゃん。本ではそんな風にしてなかった。あ、そうだった。こんな風に。そうそう、それだよそれ。エディを手伝ったポロロがエディの家に行きました。みんな、ポロロ、エディが無事に到着したから連絡してみる？気になる。やあみんな。やあ、ついに月に到着したよ。大丈夫。なんだかおかしくない？だよね。どうしよう。日が見えてるよ。このままじゃダメだ。あれちょっと見て。何もないわよ。そんなわけ、ちゃんと見てよ。エディ、ちょっとどうにかして。ダメ。消えたね。エディがまた後で連絡するって。でもちょっと変じゃない？月にいるようには見えなかったけど。何が変なの？本で見たまんまだったけど。でしょ、クロン。そうかな。みんな信じてないみたい。どうしよう。宇宙人の友達に会ったっていう？それならみんなも疑わないよ。ポロロとエディが宇宙人の友達に会ったふりをするために宇宙人の服を作りました。なんで？なんでもないよ。ピッピッポロ。なんだよそれ。宇宙人みたいに話さなきゃ。みんな一緒に集まってエディの連絡を待ちました。エディだ。やっぴー、ピリポロ。月で出会った宇宙人の友達だよ。こんにちは、よろしく。ピロロポッポ。宇宙人の友達もみんなに会えて嬉しいって。ピッポロポッピー。宇宙人のこの声がポロロとそっくりだなと思って。どうしよう、気づかれちゃった。もうポーピー、どうやってポロロが月に行くのさ。そうだね。それじゃあ宇宙人の友達と一緒に旗を立てるよ。ピロッポ。よいしょ。おめでとう、エディ。クランクラン。
そろそろポンポン村に帰るよ。後で会おう。ひろっこ気をつけてきてね、エビポロロ、本当にありがとう。このくらい。ふぅ、着いた。エリー今着いたの？うん、ちょうど今、月から飛んできたんだ。かっこいい、エリー。うん。エリー本当にすごい。そうだよね、みんな。ポロロが一番喜んでるわね。そうね、あんなにからかってたのに。エリー最高。ありがとう、ポロロ。こうしてエリーとポロロだけの秘密ができました。